引田邦夫49歳職業作家。年下の妻と二人暮らし、楽しい毎日を過ごしていて、二人だけで生きていくと決めていた。そんなある日、引田さんの子供に会いたい。この日の妻の一言で全てが変わった。引田さん、誤解人ですよ。大変なことになってるぞ。